皆さんこんにちは、メタトロンです。あなたのイタリア人の友達です。私のビデオを見てくれてありがとうございます。本日はサイレンニュートランスレーションというホラーゲームを遊んでみたいと思います。サイレンはホラーゲームの中で私の一番好きなゲームとなっておりますので本当に楽しみにしています。そして10年ぶりですから懐かしいですけれども、実は何も覚えてません。記憶喪失ですよ下手です。きっとまだまだだ。日本語賢くなった。まあそれでもよければ始めます。今やってるのはチャプター3、僕の一番好きなレベルです。病院。終了条件、災害委員からの脱出。はい、わかりました。よし、こちらはベラちゃんです。このゲームの囚人キャラクターの唯一の子供です。並びに10歳の女の子でアメリカ人です。今は日本の病院の中にいて、この病院から逃げる必要があります。で、彼女の後ろに窓がありますが、この窓から逃げられません。ということで正面にあるドアを開けるしかないですね。怖いですけど、あれ、ハチは日本語で装甲かな。船の場合は装甲で合ってると思いますけれども、建物の場合はちょっとわからないんですね。日本語ぜひ教えてください。まずこのゲームのシステムの説明してみたいと思います。基本的にベラちゃんは子供ですから敵と一切戦えません。他の登場人物と違って武器を所持していません。つまり敵にバレちゃうとゲームオーバーとなっており、明らかにできるだけ、見つからないように進みます。まあ、そんなに複雑ではありませんが、死人が多いですから気をつけないといけないですね。一般的に彼女の体が小さくて、このレベルにあるいろんな狭いところにも隠れることが可能です。家具とかロッカーなど、例えば、目の前にあるベッドに出資してください。近づくと×ボタンを押したらベッドの下に隠れる、隠られる可能性は平板になるかな。道元さん、ぜひ私の日本語直してください。でもそれだけではなく、スカイジャックということもできます。で、スカイジャックというのは敵の目から見る能力ということですね。ちょっと見せてあげたいと思います。ほら、面白いでしょ。この能力で、敵がどこにいるか何しているか、そういうこともできます。まあそういうこと、ちなみに丸ボタンを押すとしゃがむですから、今からしゃがんでこそこそ行きましょう。ドアを開けるね、お化けちゃん。廊下、早速死人の影が見られました。それは、ナース室ですから、もしかしたら看護師、死んでいる看護師。無理だよ、怖い。左に行きます。あれ、ほら、この病院の全ての窓が板で囲われています。それは死人がやったこと。どうかな。ドア開けませんから階段を上ります。まだダメですか。じゃあさっきの廊下に帰ることになりましたね。怖いです、怖い。気づいてない。ほら、僕の電気を気づいてないか、お前。あとはちょっと 見たい。かわいいじゃなくて、はあ、じゃあエレベーターを呼んでみましょう。何これ。いや、じゃあ逃げないといけないんですよ。心臓発作、心臓麻痺、ありがとう。地下にいます。取れないんですよね、ここ。また板で塞われていますね、窓は。ピンクな自動販売機って可愛くない？今からどこに行ったらいいかわからないんですけれども、とりあえずここまでは無事でよかったです。あ、漢字があります。じゃあ漢字を読んでみましょう。あ、でも真ん中の漢字はよく見えないんですね。明るいです、明るすぎる。 術ですね。手術。じゃあ、手術中。なるほどね。なんて？整理整頓？よく喋りますね、シビトさんは。忙しいです。仕事に集中していますね。
いつも仕事に集中しています。やっぱり僕より偉いです、死んでるのに。さすが日本人です。まあでも死人はすごく面白いと思います。興味深いです。詳しくわからないんですけど、私はある程度までこのゲームのストーリーを勉強しました。で、彼らには呪いみたいなものがかかっています。で、死人は死に絶えて生前の仕事を繰り返す状態です。永遠に仕事する、地獄だね。で、今彼女はピンと言おうと止めに行きますね。その時です、待機です。で、逃げちゃいましょう。よし、できました。あれ、漢字が、また漢字練習。書き現金、まあ火を使っちゃダメということですね。よく見えないんですけど、役員以外立ち入り禁止。でも行こうじゃないんですから、ダメですか。しょうがないですね。あれ、この人は何している。偶然ではなさそうですね。看護婦、包丁を持った看護婦。優しい優しい。ここは、あ、この部屋は焼却炉ですね。ここには鍵があるはずです。ちょっと待ってください。あ、ありました。じゃあバケツにぶつかると音を出してバレますから、できるだけ蹴っ飛ばさないように。よし、手に入れました、受付の鍵。よし、進みましょう。じゃあ走ります。失礼しました。薬局、なるほどね、薬を出すところですね。ここは診察室。お、面白そう。ダメ。お手洗い、んー、まあ女の子ですから。汚いですね。何を触ったら後天性免疫不全症候群になるんじゃないか。あれはちょっと読みたい。CEO 様は必ず何とかを流すこと、あ、水を流すこと、終わったら必ず水を止めてください。意味のない情報ありがとう。非常口、あー、なるほど、受付です。ありました。じゃあさっき言って収入した鍵を使ってみましょう。え、受付ですね。受付、あの事務所みたいですね。だって書類戸棚もありますし、あれは内科、外科、検査、オペ室。マイクを使ってみましょう。家族の助けを呼んでみましょう。Help! Daddy, Mommy! Where are you? Daddy, Mommy! アメリカ人だよね。確かに。Bella! So? あれ？あ、ソウル、頭おかしくなった。前の友達です。でしたけど、もう死人になっちゃって、こわ、やだ。逃げましょう。じゃあ下に行きましょう。おおマジかよ。後ろ取ります。すいません、後ろ取ります。失礼しました。の襖を開けて、あ、そうですね、覚えました、覚えてきました。目覚まし時計をセットして、ちょっとこの襖を少し、いや、閉めて、ここで待つ。で、目覚まし時計が鳴ったら、その看護婦さんは、その音に集中したら僕が逃げます。
よし、予定通りです。予算通りです。おはわ、知ってください。できました。いいからグズグズしないでよ。何してるよお前。超面白かったです。もう本当に私の一番好きなレベルでした。終了条件達成、イエス。じゃあ皆さん、私のビデオ見てくれてありがとうございました。これはこのレベルの終わりです。まあ、本当に面白かったと思います。本当に楽しかったです。まあこのゲームを続いていきたいと思いますので、ぜひぜひ私のチャンネルに登録してください。こちらはメタトロンでした。そしてさらば。